name is Forte. Today, I play so difficult, 10 most difficult Chopin etude. Yeah, please listen. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Level 1. Thank you.
点。Can't play! I'm sorry. Thank you for watching! おはようございます、フォルテです。日本人の皆さん、ここまで見てくれて本当にありがとうございます。でも、一つ問題がありました。弾けませんでした。これは僕が思うショパンエチュードのベスト10です。俺的に最も難しいと思ったのが25の6。あと、これ10の2、あと小枯らしも結構あるじゃないかって、うるせえよ。僕に山田まりです。練習したことありません。小枯らしも合わせて練習しました。正直に言います、全然練習してないです。10の3も別れの曲ほとんど初見です。許してください、許してください。でね、皆さんの最も難しいと思う曲をぜひコメント欄に書いてください。教えてください、知りたいんです。今日は難しい曲をまとめてみたんですけど、これはものすごく多分練習するのに時間がかかるので、まあ今後も長い目で見てください。全部今日弾いた曲を収録できる日が来るといいですね。楽しみにしとってください。まあね、今日はこんな感じでショパンエチュードの難しい10曲をまとめてみたんですけども、皆さん本当にここまで見てくれてありがとうございます。ところで最近ホームページっていうものを作ったんで、概要欄に貼っとくので、ブログで、そこではピアノと日常とビジネスについて話していこうかなと思ってるので、興味がある方チェック、お気に入りボタン、ホーム画面への追加よろしくお願いいたします。それではグッバイ。見てくれてありがとね。抜ければグッと伸ばせて、なんならチャンネル登録してね。これマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。